どうも、パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。第14回、コスケのパズドラお悩み今日ウェーイウェーイウェーイいっときつけ第14回、コスケのパズドラお悩み相談教室でございます。はい。あー、くそ、最近調子良かったですけどね。前回褒められたせいで上がって下がってやろう。あれはい、本日もマーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日も3つの質問にお答えしていこうかなと思います。やっていきましょう。では質問読んでいきます。1つ目の質問です。 Uber 新劇ラブさんからのご質問です。こんにちは。はパズル上達のために無限回廊で暮らしているのですが。え、無限回廊暮らしの方ですか。上達のためにはどういったことを意識してパズルすればいいのですか。自分は考えてもいいルートが思いつきにくいです、はい、ぜひアドバイスお願いします。そうですね、練習の仕方ですか。はい、自分もそんなに練習方法をいっぱい知ってるわけじゃないんですけど、まあ、何を目的とするか、あのコンボを増やすというか、確実に最低自分の平均コンボ数を上げていくっていう方法を取るならば、まず肩、パズラ究極攻略データベースにも載ってると思うんですけど、あのパズルの肩を一個一個確認して、練習する。今この盤面にこの肩がこんだけこんだけあるから、この肩を全部ちゃんとこなすというか、ドロップの配置のことだよね。そうですね、肩というのはパズラ究極攻略データベースの方にいくつか肩が紹介されておりますので、そちらの方をご覧になっていただければ、記事のリンクを分かりやすいと。あ、そうですね、概要欄に記事のリンクを貼っておきます。はい。でそれを一個一個ちゃんと一瞬いかに速くするとか、していくとドロップ操作スピードも伸びていくので、はい、あと速く動かすを意識する場合だと、うん、ミスしてもいいからとにかく端から端からガーッと、端から端からもう作れそう、作れる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 の順番で瞬間的に反応していく、うん、なんでもう端から端からもう端から寄せていくんですよ、ガーッと。とにかく速い。そんな感じのねパズルに見えてきた。村井さんとかも一番端っこにこう並べたりこうしたり、なんかこう角からどんどん攻めてって、こうこうこうとかこうこうこうとかしてどんどん寄せて作っているのがね。そうですね、とにかく無理やり、無理やり感になっちゃうんですけど、うん、とにかく無理やり2段目 に作りやすそうな型があったとしても、それを無理やり1段目に作る。はいはいはい。パズルのしていくとか、うん、まあそういうのですかね。あとはまあ以前真央さんに、うん、練習していただいたというか提案したパズチャレでこの練習いっとけっていうのありました。はい、一色一番盤面に多いドロップをいかに早く一色の全部つなげて消す。1コンボで1コンボで消す。2コンボになっちゃダメなんですよ、うん、そのてか極論なんですけど、その盤面他に作れそうなところもあっても、その一番多い色だけを1コンボで消す。他のを消しちゃダメ。1コンボ、2コンボになっちゃう。その色だけで1コンボなんで、そういうなんていうの、無理やり感、はい、それも無理やりなんですよね。結構ちょっと配置遠いところにあったりして、うん、じゃあどこを持てばいいか、はい、一番効率よく最短で作れるかっていうのが勉強になるので、いいんじゃない、いいんではないかなとか思ったりします。それスキルダメに役立つなと思いました。そうですね、なんか今これこれこの色しか消せないからけど、一気に消さないと無駄に攻撃を与えちゃうみたいな。ポルスとかのスキルダメとかでそれができたら結構、うん、いいんじゃないかなと思います。色指定とか、はい、以上です。いろんな、ね、練習の仕方があると思うので、自分なりのものを見つけていただけるのが一番ベストなんですよね。はい、ここもあんまりそのちゃんとした明確な答えを提示できるかどうか、これに関しては怪しいので。コスケさんパズルしまくりですか。普通にパズドラめっちゃしてますね。とにかくこなす。とにかくこなす。量。物量作戦です。はい、ありがとうございます。では2人目の質問です。サイさんからの質問です。こんにちは。こんにちは。パズドラを始めて約1年の200ランカーです。ノーマルダンジョンのボスのドロップ率は 0.8% だと思います。僕はハーデスが欲しくて、真相をかれこれ何百種かしています。本当にハーデスは落ちるのでしょうか。
落ちた人を知っていたら教えてください。はい、落ちません。あー悲しい、それは辛い。あのノーマルダンジョンでいくつかボスが神タイプのモンスター、はい、ネプチューンとかヴィーナスとか、はい、あと神々の神域、星空の神域とかで結構神タイプ出てくると思うんですけど、基本落ちません、はい、あーボスはもうダメだと、うん、はい、基本的に全部落ちません。悲しい。はい、あとですね、うん、リフリートとか、はい、あのリヴァイアさんとかカゲロンの塔あたりから出てくるボスで出てくると思うんですけど、あれも落ちません。報告ございません。もう2年経ってますけど、うん、あのドロップの報告はございません。落ちないと考えていいと思います。はい、ガチャ、そうですね、ガチャで基本的に手に入るって言われるモンスターがノーマルダンジョンにドロップしたら、まあね、わかります。それ狙いでガチャした人たちが結構かわいそうっていう。うん、そうですね。基本的に落ちません、そういう系は。ガチャ限定と基本的に言われているモンスターはノーマルダンジョンでドロップしないので気をつけてください。はい、ただ真相のハーデスのダンジョンは結構経験効率悪くないんで、ランク上げには、はい、ランク上げにはいいと思います。はい、以上でございます。はい、ありがとうございます。では今日3つ目の質問です。はい、パズドラサタンパ作成中さん。お、サタンパ頑張ってください。はい、パーティーを育てるとき一つのパーティーに集中すると思いますが、その時ルビドラ、エメドラ、サハドラなど属性の違うモンスターに合成するのはもったいないですか？コスケさんはどうしてますか？教えてください。ああ、僕は今はなんですけど、はい、今は各属性1体ずつ育てるのを決めて、うん、育ててるんで別に関係ないんですけど、そのサタンパをまず作るって方だったら、うん、もうなんかルビドラとかエメドラとか回さない、いかないとかにするのがいいのかな、うん、もうもはやノーマルダンジョンでランク上げて、うん、一周でも多くメタドラ回した方がいいじゃないですか。なるほどね、うん、そのスタミナを、はい、ノーマルダンジョンの方に持っていったりスペシャルダンジョンのなんだろうスキル上げとか回した方が、使った方がいいんじゃないかなと思います。サタンパを作るのであれば、うん、最初の1個目のパーティーを作るのであれば、他の、ね、色に目もくれず、目もくれず無視です。メタドラだけ頑張れと、メタドラがいっぱい回せるようにランクを上げよう、メタドラとチョキメタだけしか回さない、うん、っていう風にするがためにサタンパを推奨しているというか、はいはいはい、一つの属性をまず一色で作れて、うん、なおかつ12.25 倍の火力が出せるサタンパを僕は最初推奨したので、それは理由としてはまずスタミナ消費が一番少ないメタドラが回せて、はい、あとちょっとメタも結構一番来やすいからっていう理由があるので、まあもう無視で、基本的に他の色は見ない、他の色は無視、サタンだけにないんや、闇だけ集中しよう、ルビドラとかエメドラとかないんや、集中しよう、もうスタミナ20はもういいよ、無視です、はい、そのスタミナがあったらランク上げようぜ、無視や、オッケーってよろしいですか。なんかマミルトさんめっちゃ笑ってます。別件で笑ってます。別件でマミルトさん爆笑してます。超笑ってる。すごい、この動画すごいぞまた。はい、というわけで今日結構サクッと3つ終わっちゃいましたね。はい、私はなんかありますか、この3つの質問の中で。いや、まあコスケさんはもうカラドラを、まあ、スキル前にさせたっていうぐらい、はい、ノーマルダンジョンとかを回りまくっていると聞いているので、はい、なんかこれは落ちるから頑張れみたいな、あ、逆に今日逆にこれは落ちるから、もしかしたらそのなかなか来ないダンジョン、まあ、スペシャルダンジョンとか、なんかそういうなんかでこれは結構、ね、これはまあやっても可能性ある、必須はやっぱりナーガン、ナーガン、はい、ヒペリオ溶岩鉱とかウルカヌ、あとだからウルカヌからウルカヌ、あそこ何ですか、ね、スタミナ7消費の何ですか、全然思い出せない、スタミナ7のネルバ灼熱に、はい、とヒペリオ溶岩鉱、この3つのところでナーガン落ちるんですけど、まあ、なかなかドロップしないんですよ、うん、本当に落ちんのかいって、はいはい、言われるぐらい僕もノーマルダンジョンでナーガのスキル上げをしてたんで、最初1体目は、うん、大体100周で落ちて2体、あー途方もない、ヒペリオで途方もない、ヒペリオは、6フロアと7 6フロアで中ボスでナーガ落ちるんですけど、うん、ナーガとあとボスも落ちるんですよね、激怒な、うん、なんですけど、ボスも2回チャンスあるんですよ、落ちるんだ、ヒペリオは、はいはい、
それでも100周して1体から2体よくて3体でしたね。1週間単位で見てました。長野マラソンはすごい、1週間で20体頑張って集めるでみたいな、うわー感じでした。すごい。で1ヶ月僕その当時スキル2倍とかスキルレベルアップ2倍とか全然来てなかったんで、はいはいはい、当倍でぶっこってたんで、はいはいはい、まあ 1ヶ月で1体できればいいかなみたいな、ね、すごい。もうなんか今じゃ考えられないですよね。俺何やってたんだろうって結構思いますよ。アンケ4来た時、はいはい、そうね、これよかったやん、アンケはね。なんでまあアンケ4とか来たらぜひぜひ、なんかスキルマックスはね複数体作っていいんじゃないかなと思います。あと精錬とか、あ、精錬もいいね、女の子系は取っときたいですね、うん、はい、以上でございます。わかりました、ありがとうございます。今日の、コスケのお悩み相談教室です。コスケ先生に質問するにはどうしたらいいですか。はい、ツイッターでハッシュタグコスケに質問をつけてツイートしてください、はい、私へのメンションは必要ございません。はい、はい、パズドラへのパズドラの質問がいいですね。そう、パズドラの質問をしてください。変な話だけど、なんかいろいろこうプライベートな質問未だに来てて、はい、そうですね、パズドラの質問で皆さんお願いしますね。はい、コスケさんの髪の毛ってどうやってセットしてるんですか。やば、それ面白いね。どの辺に住んでるんですか。ちょっとね、採用できない質問もありますのでね、皆さんパズドラの質問見てくださいね。はい、お願いします。はい、それでは、それでは、第14回ですかね、コスケのパズドラお悩み相談教室でございました。はい、また明日も見てください。お願いします。またね、バイバーイ。